お母さんピロに餌あげた？あ、本当？続き。日蓮聖宗が間違えているっていう根拠っていうのは何か掴んでます？あ、もう一つしかないですね。何でしょうか？国立階段を、じゃあ国立階段っていう言葉が、はい、大事ですか？うん、最も大事にかご有名ですので、うん、じゃあ国立階段という言葉はどのものに仰せですか？はい、言わなきゃダメでしょ、これ。それは検証会のホームページにもありますよ。田中地学であるっていうことは浅井会長が言ってますよ。あなたはではなくてね。なぜね、検証会は田中地学が提唱した言葉にそんなにこだわっているんでしょうか。ご承認
同じ商品のことは知ってます。堀道子商品の応酬をあなたは否定してるんですよ。そのようなご教義というのは、うん、浅井先生から教わってないですか。法によって任によらされ、人が何を言っていたって、法というのは大聖人様の仰せ、歴代ご聖人の仰せ、そのまま受けていくことが法によって任によらされということになるんですよ。あなたが完全に浅井会というただの人に従ってしまってるんですよ。なので検証会の本尊が偽であるということにも耳を傾けない。わかりますね。この新商品の中で、うん、この50名破壊されて立ち上がって、うん、簡単ことです。それはあなたが浅井会長のその武勇伝なるね書を信じているからでしょ。それが正しいという証拠はどこにあるんですか。犯罪法相、地獄老婆属相、その他にも。だからそれは言いましたよね。この検証会すげえな、結構しゃべれてんな。地獄老婆属相なんて言ってませんよ。国立会談という言葉、それを捨てたって言ってるんですよ、今私たちに対して。それは捨ててないって言いましたね。その言葉は捨てましたけど、三大秘宝書、一国語不足書のその文の意味は捨ててはいないんだよ。国立会談という四文字熟語は使わないと。その違いがわかります。うん、このように聞くのところ、うん、私がどういうふうに言い逃れしてるんですか。こじつけてるのが検証会の浅井会長でしょ。全くこじつけてないです。こじつけてるじゃないですか。端的に国立会談って言ってるだけです。端的に国立会談、国立会談という言葉を初めてね、この世の中に提唱したのは田中智学なんですよ。そのところ勘違いしないでくださいね。じゃあなぜに、うん、じゃあなぜ日蓮宗宗が国立会談という言葉を使い始めたかご存知ですか。田中智学が国立会談で言い出したことなんですが、これ本当に金正氏が言ったことをこれ国立会談に盗んだんですね。まあ、そっちの日蓮聖人が田中智学を拝借されて、田中智学がこれをあの、まあ、完全に日蓮聖人に拝借されたんです。あのね、どこの文章を探してもね、一番古い文章、この世の中の全部のね資料を探したって、田中智学よりも前のご商人がね、国立会談と言ってるこの仰せなんてのは一つもないんですよ。よく調べてください。これを利用したのは田中智学、日蓮宗宗もなんか知ってるはずです。 だからなんで日蓮宗宗がその時間、あのね、よく聞きなさい。なぜね、なぜね、田中智学のその提唱した国立会談っていうのを日蓮宗宗がなぜ使い始めたか、じゃあご存知ですか。これはあの、田中智学が富士大敵の歴史を調べて、国立会談と、これを、これこそが日蓮大師の個人であるって、これを並ばれたんですね。違う。までいい加減なことを。その日蓮宗宗、例えば大聖人様のその教義に影響を受けたというのはあるでしょう。ね、でなぜね、日蓮宗宗が国立会談という言葉を使い始めたか、そこですよ。ね、時に国立会談ということがね、論議されるようになってきたんです、方々者の中で。でそのそれをね、いさめるために日蓮宗宗が打って出た時に、いいですか、未来ね、国立会談というものが、建物が建つんだとすれば、そこに安置されるべきものは本の絵画の大御本尊である、そう拝借に出たんです。それからなんですよ、日蓮宗宗で国立会談という言葉を使うようになったのは。それは知ってますか。ご存知です。嘘ですね、あなたの今言ってることは全然逆でしたよ。全く話はわからないんですよ。だからでしょ。まなみちゃん怖え。よしやるか。あれ動画回ってる？あ、やばい。はい、皆さんこんにちは、よっちです。今日はですね、
令和2年4月1日水曜日のですね、絵名を読み上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。タイトルがですね、体積時を詐称する検証会からの代筆14、検証会浅井会長の呪縛から離れてみれば消防将棋は体積時にこそ増しましたっていうタイトルになります。検証会脱会者の体験談ですね。長野県長野市妙相寺支部の方ですね。青森県在住の方ですね。あれ、この間の動画、妙観講義の方も青森県でしたね、確かね。リンゴが美味しいと勢いもありますね。はい、読み上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。漢字間違えてたらすいません。で、わかんない漢字はですね、読めない漢字はですね、ガンガン飛ばしていきますんで、よろしくお願いいたします。はい。バチだらけだった検証会の実態っていうタイトルですね。私は、平成10年11月、友人である、ごめんなさい、いきなり読めないです。すいません。これですね、さんから誘われて遺留儀の検証会に入会してしまい、以来18年間活動を続けてきました。当時、宗教に無知だった私は、家で妖拝権儀をするだけで必ず良いことが起こる、仏法は生活法だから病気、貧乏、家庭不和は必ず解決する、福運をため宿命転換し一生成仏が叶う、お金はかからないから試しにやってみようと言われ、反発することなく入会してしまったのです。入会して間もなく魔の通力によるものでしょう、人間関係の悩みが解決したり、一時的に経済面が良くなったりと、いわゆる初心の功徳らしき現象が起こりました。これはすごいものかもしれないと勘違いした私は、手当たり次第友人知人を勧誘し、自分の家族、夫の家族も含めて100人以上を入会させてしまいました。平成11年に浅井会長が有事一人の血脈を否定した時も、会長が作り上げたストーリーを鵜呑みにし、先生こそがご有名を師匠された唯一正しき師匠だと信じて疑いませんでした。平成23年3月11日東日本大震災が発生した際、私は、地方公務員として被災現場に赴きました。そこで目にした光景は今も目に焼き付いております。震災対応で仕事が多忙を極める中、被災者に接することもあり、共に涙したこともありました。その一方で、検証会員は浅井先生のおっしゃる通りになったと、この悲惨な大災害の発生を喜んでおり、私はその姿に違和感を覚えましたが、自分の信心が足りないのだと思うしかありませんでした。そして平成23年5月から、5年間は私は女子部区長という役職に就きました。当初は300名規模の組織でしたが、クイーンたちのバチの減少は凄まじいものでした。中でも身を粉にして勧誘に明け暮れるクイーンほど病気経済苦に陥っており、私は財商消滅していこうとか、けなげな信心をしていこうと励ます以外にかける言葉がありませんでした。私自身も区長となった直後にストレスから関節リウマチを発症し、毎日痛み止めの座薬っていうのかな、なんだろう、ごめんなさい、ちょっと読めないです。座薬を使いながら活動していました。
わざわざ野党会館の近くに引っ越して検証新聞の購読料や交付ご供養の建て替えも惜しまず、時間もお金も労力も検証会の活動のために使ってきたのです。検証会の偽本尊に大衝撃っていうタイトルですね。18年間一切疑うことなく検証会を信じてきた私に転機が訪れたのは平成28年の年末のことでした。婦人部班長会に参加した母より、副総合婦人部長、部長の名字が小鉢、小峰、ね、読めない、これだ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、これです、これですね、ごめんなさい、読めないです。から浅井に変わっていたんだけれども離婚したのかしらと聞かされたのです。副総合婦人部長は浅井翔英の娘、夫の小峰ですかね、は当時本部職員で長く検証新聞の発行人を務めてきた人物、長年会長に仕えてきた娘婿と縁を切るとは一体どういうことなのか、初めて浅井会長を疑った瞬間でした。しかし上長の幹部に聞くわけにもいかず、悶々とした日々を過ごしておりました。年が明け、平成29年1月、検証会小峰でインターネット検索をしていたところ、元検証会でホッケ行員のブログが目に留まりました。食い入るように読み進めていくと、そこには偽本尊の衝撃という記事があり、ニップ商人の大福お堅いご本尊も、お堅いの動詞曼荼羅もこの世の中に存在するものではないということが記されていました。そもそも本尊に本物と偽物があるという概念がなかった私は大衝撃で手が震え、しばらく愕然としました。愕然で合ってるかな、まあいいや。そしてこれが本当なら恐ろしくてもう会館には行けないと思い、その日から毎朝通っていた早朝吻行も夜の参詣もやめ、打ち合わせのみ参加するようになりました。その後思い切ってブログ主の石井努さんかな、さんに脱会相談のメールをしたところ、丁重なお返事をいただき、さらに電話で偽本尊のことを詳しく伺って、私は検証会を脱会して日蓮召集でご自害を受けることを決意しました。50回まで10日間ほど時間がありましたので、その間に母、夫、義理の母って書いて何て言うんですかね、に日蓮召集入信することを話すと、母は、娘に間が入ったと思い込み、検証会の婦人部を巻き込んで騒動となりました。しかし私は母を救うためにはまずは私が正しい信心をしなければと心が揺らぐことはありませんでした。そして1月末、広島県から石井さんが来てくださり、夫、義理母と共に無事、ご受会を受けることができました。そのご受会の後、私を検証会に誘った方とご主人を石井さんが釈服してくれました。その内容は、読めない。すいません、読めないです。なんとかにわたり、7時間が経過した夜中の2時30分、検証会の吻行は大上人様に通じていないということを理解したなんとかさんの心が決まり、翌朝ご受会を受けることができました。なんとかさんはこの時、道は決まっただと思ったそうで、邪教から救い出せたことを本当に嬉しく思いました。石井さんが帰路に着いた後、私たちの担当だった女子部長と会い、日蓮召集の人から検証会の本尊は偽物だと言われた、自分たちではわからないので日蓮召集の人と対論してほしいとお願いしたところ、
本部へ持ち帰って後で返事をするということになりました。その5日後、女子部総務から電話があり、修門の人と会って話をしてほしいということ自体がおかしいとの理由で、私たちが検証会から除名処分となったことを告げられました。なお、その時に女子部総務から日蓮召集に行くことはみんなに言わないでくださいねと釘を刺されましたが、今思えば脱会者が後を絶たない検証会の本音の言葉だったのだと思います。一方、母は婦人部宿部長から娘さんと縁を切りなさいと言われたことで、かえって目が覚め、ご受戒を受け、今は喜んで寺院に参詣しております。すごいですね。娘さんと縁を切れって言っちゃうんだ。救えって言わないんですね。大石寺の足元に及ばぬ検証会っていうタイトルですね。検証会の誤りはたくさんあって、ここで述べきれませんが、検証会儀礼室での葬儀も商法を知ればありえないものであります。平成28年、2月義理父、読めない、どこだ、が亡くなった時、検証会儀礼室で葬儀を行ってしまいました。このように存在するはずのない片木同士曼荼羅で送り、1年間遺骨は自宅に置いたままでした。その間、四十九日忌などの法要の大切さを指導されたことは一度もなく、検証会、天霊院に納骨しようとしていたその2週間前に脱会できたことがせめてもの救いでした。妙相寺の、ご住職より、義理父ですかね、ごめんなさい、さっきのとこですね、これの改名をいただき、地元の召集寺院に納骨し、三回忌法要も執り行っていただいて、リリ母はお父さんをちゃんと供養できると安堵して喜んでおります。戒名を当場の大事を聞くにつけ、検証会は成仏を全く考えていない邪教だったと思うばかりです。また、3年前に初めて大石寺に参詣した時のショックに近い感動は忘れられません。清掃な空気と広大な敷地、建物の一つ一つが検証会の会館よりも大きい、ご僧侶方の立派なお振る舞い、そして何より階段の第五本尊様増します宝安堂の堅牢さ、いくつにも扉があり、不審者が入り込む余地などなく、厳然と守護されている、検証会で聞いていたことと真逆でした。今私にとっては階段の第五本尊様にお会いできることが無上の喜びです。故に検証会の偽本尊は絶対に許せるものではありません。かつて検証会員として浅井会長の盲信を信じ込み、新田商人、日経商人悪口してきた財商は計り知れませんが、昨年の日経商人ご宣言に際し、懺悔の思いでご本尊に参念させていただきました。いまだ浅井会長は日経商人のご宣言を大商人様は追放してくださったなどと悪言を吐いておりますが、多くの者に相棒を憎ませる行為は憤りしかありません。これまで皆で力を合わせ50人以上の検証会員を救い出すことができましたが、これからも心ある検証会員に精一杯正義を伝え救っていきたいと思いますということでですね、すごいですね、50人以上をやったんですね、すごいな。はい、これ身内の人が修門に入って縁を切るって本当やばいですね。で、縁を切れって言ってじゃないんで、だって行く行くは検証会だって修門に戻ってくる予定なんですよねっていう話ですよね。その時どの面下げるのっていう、矛盾してますよね。はい、コーマの件いきます。
偽本尊の矛盾について各地で追及されている検証会、この議論から逃亡するための言い訳作りに困り、果てているようだ。幹部からは浅井先生はその時が来れば説明するとおっしゃっているとのたわけた発言も出ている。その時というのはいつのことかは知らぬが、少なくともそれまでは得体の知れるものを拝まされていることであり、実に恐ろしいことである。大聖人は諸宗は本尊に惑えり、御書554ページと仰せられ、邪宗は本尊が不確かであると指摘されているが、検証会もこれと完全に合致する最悪の邪宗教である。一会員が検証会のご本尊様のことを言及できるわけはないし、会長に直接聞けるはずがないとは、検証新聞発行人の小沼何がしのしどろもど発言である。本人名称に血脈並びに本尊の大事は日光着々、雑種で座主前方の章、当中、僧正の盆上、唯一一人の血脈なり、御書、1684ページと仰せのように、本来ご本尊の御字は浅いごときが踏み入ることのできる領、浅いごときが踏み入ることのできる領域であり、唯一一人の権限であり、権能なのである。これは何がしの勘違いも甚だしいが、ご本尊を欲しいままにできると思っている浅井の食いぶりは救いようがない。本誌前後で指摘したように、妙観光院との対論の場で偽本尊について何度も追及され、これは何がしは妙観光院はご本尊と呪文のように繰り返していましたと、2月と総幹部会で活動報告をした。この熱度発表を見ても偽本尊について触れること自体よほど都合が悪いのであろう。私は、池田大作を定性せしめたんだぞと自慢する浅井松栄は、平成5年に創価学会が偽本尊の作成、大量配布という大方法行為を始めた時も、完全無視であった。その時の沈黙は実に不自然であったが、今から振り返ると同じ穴の無地なだったから攻撃できなかったのだろう。浅井の悪行に対して手を緩めず徹底追及するのみということでですね。はい。でこの裏側なんですけれども、検証会から日蓮召集へ戻った人々の体験集っていうことで、検証会からの脱出1っていう本が4月16日に販売開始されるみたいですね。なぜ検証会には功徳がないのか、検証会に疑問を抱き脱会に踏み切った人々の生の体験談を収録って、これ結構面白そうですねこの独特しい検証会の実態を見よう、古参幹部が検証会の疑惑の数々を告発、法華経で知った本当の大功徳、検証会は全てがデタラメだった、検証会の活動に読めない、ボロボロになって今、正真正銘のありがたさを実感、23年間検証会にのめり込み厳しき仏鉢で目覚めた諸宗に消え、冷酷無慈悲な検証会で苦悩した日々、法選とは名ばかりの過酷な数争いと、衝撃の体験談ということでですね。ああこれ多分あれですね、シリーズ化して多分出していくんですね。すごいですね、面白そうですね。はい、検証会の皆様、この新聞を読んでみてはいかがでしょうかということでですね。はい、本日はこれで動画を終わらせたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。We'll be right back.
窓。